これはこれは、君たちはなかなかに筋が良さそうだ。はじめまして、私の子供たち、仲良くやろう。よろしくよろしく。ほら、起きて。早く起きなよ。こんなにいいお天気なのに、いつまでも寝ていたらもったいないじゃないか。ほら、見てごらん。こんなにも綺麗な青空だよ。またあんな夢を見たかな。
みんな、おはよう。ライカお姉ちゃん、おはよう。おはよう、ございます。早く、ご飯。シスターが一番朝遅いってのもなんだが、おはよう。パリステ、何を赤面しておる？なんで二人とも真っ赤？落ち着かない奴らだ。ねえねえ、クロウとライカ姉ちゃんどうしたの？ねえ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 、大丈夫大丈夫、喧嘩じゃないよ。ただそのなんだ、ほらあれ、大人の事情というかなんというか、いやとにかくそんな悪いこととか大変なことじゃなくてだな。大人の事情か。とにかくお前らにとって面白いことも心配するようなことも何もないっつーの、ほらほら、しまったしまった。ある。うん、大人の地上がどうかしたか。その話はもういい。それよりこのニュース。昨夜未明、ブラックロッジの信者合わせて78名が殺されているのが発見された。治安警察では裏社会の抗争に巻き込まれた者として捜査を。どう？さすがにこれだけでは何とも言えんな。
連中の間で何か尋常ならざる事態が起きているのは間違いないが、まんまじゃねえかよ。うるさい。だからわからんと言っておる。うわぁ、物騒な事件ね。いずれは我々にも関わってくるだろうな。覚悟しておけ。ああ。ライカ姉ちゃん、早く！まあ。今から悩んでもしょうがない。こんな時はしっかり朝ごはん食べて気合を入れよう。あそうだな、食事をしながら大人の事情とやらについてじっくり会話の花を咲かせようではないか。あるてめえ。トーン。マウスの実験は大成功。おかげで C 計画は何ら滞ることなく速やかに進行中。これで私も一安心。ほっと胸をなで下ろせるってもんだな。うん、めでたい、めでたいね。これは罪が許されるよう多くの人のために流す私の血、契約の血である。どうだね、サンダルフォン、君もいっぱい。お前が聖書の一節を読み上げるか、獣の王冠。それに酒など俺には意味のない。知っているだろ。酒を楽しむことができんとは、人生においてそれに勝る悲劇が存在するだろうか。ああかわいそうなサンダルフォン。おっと、元はといえば
私のせいだったかね。どうでもいいことだ。体内に侵入した毒素を分解して無効化する。当然のことではない。毒による機能低下を楽しむ人間の方がどうかしている。憎しみこそは蜜のように甘い毒ではないのかね。それが君にとっての極上の酒だ。どうだ、やめられそうにもないだろう。ああ、そうかそうか、なるほどそうか。それじゃあ確かにソーテルルの一級品だって君にとっては無価値に等しい。そう、その芳醇な憎悪に比べればね。人を酒の魚にするわざわざ呼びつけたわけではあるまい。いや、正直そのつもりだったのだが。暴君の件はカリグラとクラウディウスが任についたようだな。昨夜は信徒にやたらと犠牲者が出たらしいが、ほら、奴のことは君もあながち無関係ではあるまい。別に俺はメタトロンを倒すこと以外に興味はない。ならばメタトロンを仕留めたとして、その後はどうする。あれは暴君はいわば完成形だからな。俺の道に立ち塞がるというのである。ただ排除するだけだ。何も変わらない。
チクサチクサ話が違うじゃねえかチクサ。あれのどこが衰弱しきっててまともに戦う前だよ。アウグストスの野郎、だから油断するなと言った。信徒も全滅させられたのだ。もっと慎重になり。能なしの雑魚が何億匹死のうが知ったことかよ。クサ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 ってね、こんなんじゃ気持ちよくなれねえんだよ。ぶっ殺してやる。僕んだかなんだか知らねえが、僕をコケにして無事に済むと思うなよ声ダメね。殺してどうする。暴君の捕獲が俺たちの仕事だ。あれは C 計画の要なのだぞ。ああうるさいよデブ、うぜえよデブ、死ねよデブ。いちいちめんどくせんだろ、こんなことちまちま考えるんは。おつむに血が回ってないのに無理すんなよ。わかりましたか青デブちゃん。あ、なにやるの。やりますか、やっちゃいますか、やられちゃいますか。オーケーオーケー、かかってこいよデカブツ。今日こそその無駄なお肉ちゃんをスライスして刺身にしてスリリムにしてやる。小賢しい羊飼いのチビ。なんだこのありさま。お前たち、お前たちは何をしている。人の話を聞いているのか。両手を上げてその場にとどまる。お前らいい加減に。うるさい。
焦っても仕方ないことだが。一人でうなっておる。送ってたんだろうな。無視かい。自分の世界に浸り込むのは勝手だが、そのままだと多分痛い目に遭うと思うぞ。多分今すぐに。ほーらー、クロちゃん。
い大人が昼間からゴロゴロしていたらダメじゃない。ブスか。怠け者の欲望はその身を殺す。その手が働くことを拒むからだ。ほらほら、立った立った、立ってえぐり込むように働くべし、働くべし、働くべし。さながら馬車馬のごとく、ミツバチのごとく、奴隷のごとく。働くっつったって、魔術の気配が微塵にもないうちはどうにも動きようがないんだよ、俺らは。それなら、いろいろと買い置きもなくなってきたからね、買い出しに付き合いなさい。何故に貴君の都合に我が輩が付き合わねばならんのか、納得のいく説明をもらおうか、雷華卿。一体どこの誰の失策によって我が軍の兵糧が危機的状況に陥っているとお思いかな、クロウ卿。腹を切ろう。何をアホな会話交わしとるか、なんじら。お買い物。だが買いすぎだ。目してない。何をどれだけ買ったらこんな重さになるんだ。大した量じゃないよ。クロウちゃんが虚弱体質すぎなんだよ。ちゃんと体鍛えないとね。人生は歩き回る影法師、哀れな役者。僕は文系肌の繊細な好青年なので、こんなそやで野蛮な力仕事には向かないのだよ。不幸な時代の重荷は我々が背負わねばならぬ。じゃあ今度はこれもお願いするね。おお、人々の愚かさの代償が俺の肩にのしかかってきた。マギウススタイルだ。この危機的状況を打破しないことには俺たちに明日はない。力の限り断る。さてと、じゃあ次行くかな。まだあるのか。まだまだ、序の口序の口。第1ラウンドファーストステージエピソード1、壮大な叙事詩のプロローグ。むしろ本当の戦いはこれからだ。さっきあっちのお店ですごく可愛いお洋服を見つけたんだよ。待て、すでにそれは買い出しではなく、完全完璧に私的な興味を動機とした身勝手な行動であって、公私混同ぶりも甚だしいのではなかろうか。そして何故その理不尽な横暴の被害者が俺。ほら、キリキリ歩け豚野郎。うむも言わせねえ。ギャー。ダメだ。
えない。バタン。もうだらしないなクロウちゃんは。不甲斐ないなクロウは。そこまで言うならこの半分でも持ってみろ。何を非現実的なことを。冗談が過ぎるな。仕方ないな。ではちょっと休憩するとしますか。お姉さんがおごってあげましょう。そりゃどうも。ご注文はお決まりでしょうか。肉とかないです。アイスコーヒーとなんかケーキ、甘ったるいの。私はダージリンにスコーンを。いちごショートとモンブラン、それとココア。いくらなんでも重労働すぎる。さすがにちょっと気合が入りすぎたかな。ちょっとなのか。お待たせしました。何？いえいえ、こうしてクロウちゃんと出歩くのは久しぶりだなと思って。そうだっけ。そうだよ、大学中退してからクロウちゃん付き合い悪くなったんだから。まあ、アルちゃんが来てから確かに変わったかな。そりゃ、これだけのことをやってれば変わりもするさ。あんまり無茶はしてほしくないんだけどな。そう、クロウちゃんが悪い人たちに捕まって監禁されちゃったりしちゃったら。それでそれで黒服で視線の鋭いナイスミドルのいかにもマフィアの若手ボスみたいな人に蹂躙の限りを尽くされちゃったりしちゃったりしちゃったら。もうお姉さんは、お姉さんは、もうどうしろと。妄想するな、逆ギレするな、何もするな。どんな風に印象が変わったとはいえだ、こやつはどこまでもこやつのままだ。本質的には何も変わらん。わらわの主となることで変わったというのなら、それは単に眠っていたものが目覚めただけだろうさ。そういうものか。アルちゃんの言う通りかもね。クロウちゃんはほら、こうお人よしだから、何でも首突っ込んでしまうんだよね。だからもうお姉ちゃんは心配で心配で、
悪い人に騙されて担がれて船に乗せられてチャイニーズマフィアのねちっこそうな性格なナマズヒゲのボスに。それはもういい。まあそんな風に心配なところもあるけど、でもクロちゃんにとって今の状況は必ずしも悪いことじゃないみたいね。よかった。ま、仕事もなくて貧困にあえいでいるよりかはずっとな。クロちゃん、辛い時はいつでも甘えていいよ。な、だってクロちゃんがどんなに強かったとしても戦うことが全く辛くないなんてことはないと思うから、だったら私はクロちゃんに甘えてほしいかな。じーとー、どうかしたクロちゃん。いや別に何も。どうだか。私もね、実はクロちゃんにはいろいろと救われているのよ。ほら、いつだったかな、初めて知り合った頃も。なんだ？おい、ライカさん、どうしたってんだいきなり。だー、荷物ってこれをまた持つのか。お客様、お会計よろしいでしょうか。シスター。ったく、荷物も置いてどこへ行ったんだ、ライカさんは。なんて迷惑な。だが尋常ではない様子だったな。
これは。俺が知るわけねえだろうが。だけどなんか知らねえが。
こうはやる気満々のようだぜ。思いっきりは戦えないぜ。ああもうライカさんも勝手にいなくなるし、もうめちゃくちゃだ。クロ、ケツが動くぞ。
クロウちゃん置いてきちゃった。いきなり動くのは無理だ。これほどの負荷でそう簡単には治らん。